hello this is hiroshi hayashi hamama city japan for skeptical people this is an ufo some people say that verification of existence of ufos is impossible since ufos are kind of phenomena about which we are unable to verify is that so ヒロシ・ハヤシ would like to make an attempt to challenge those skeptical people and would like to verify the existence of UFOs here in this video.UFO の検証は不可能と言われています。本当にそうでしょうか検証できないのは、それだけの検証能力というより、検証しようという熱意と意欲がないからだけではないでしょうか UFO の話を聞くと、あれこれ理由をつけては、それを否定する人は多いですね。そういう人たちを総称して、会議主義者と言います。信じられないというよりは、信じたくないのです。そうした心のブレーキが働いて、それを否定しようとします。が、問題は、そういう人たちにあるのではなく、UFO を 目撃した人たちにあります。私たちは見た、見たというだけで、それを検証し、相手の人に伝える努力を怠っています。もっと言えば、検証しようともしない、行動もしない。第一、検証の仕方を知りません。で、相手の人たちは見ていないのですから、信じろと言っても無理です。林広氏は UFO の検証に このビデオを通して挑戦してみます。最近の目撃事件をテーマにそれを考えてみます。で、今皆さんにご覧いただいているのは、去る2015年5月29日に、口の選ぶ島の火山が爆発した時の様子です。そこにはこのような UFO が映り込んでいました。この UFO で注意していただきたいのは、 真直線的に飛んでいるということ。そして、時々、ポッポッとなっていますかね、尾を引いている点です。まあ、これについてですね、鳥説、飛行機説、ヘリコプター説、風船説それからドローン説まであります。で、これは2013年の11月24日に、ジェレミー・トーマスという方が天体でですね、望遠鏡を使って天体を観測中に偶然捉えた UFO の動画です。 下の方へ動いていくのは、これは地球が動いているためと考えられます。で、この、ジェレミー・トーマスって方が撮った動画で注意していただきたいのは、ゆっくりと回転しているということですね。この回転速度を上げますと、ひらひら感が生まれますね。で、これは鳥かというと、鳥ではありませんね。飛行機かというと、飛行機のはずがありませんね。 もちろんヘリコプターでもありません。というふうに、消去法的に考えていくわけです。風船ではありませんね。もちろんドローンではありません。あるいは画像のエラーによるものでもありませんね。というふうにして考えていきますと、これは UFO ということになりますが、それだけではないんですね。もう一度これを見てください。ゆっくりと回転しています。 まっすぐ飛んでるわけじゃありませんね。この回転速度を上げますと、ひらひらとした感じが生まれるのではないでしょうか。つまり、口の選ぶ島の、まあ、火山の前を区切った UFO はですね、まあ、こういう形で鳥とも見えなくはないということで、鳥説が生まれたのだと私は考えています。拡大してますとこうなります。さらに、5倍、スローにしてみます。 まあこれだけでは形がよくわかりませんが、というのは光の集合体のようにも見えるわけですね。そこで先の口の選ぶ島をです、ね、飛んでいく UV4 と比較しています。左がジェレミー・トーマス氏が偶然捉えた u f o の像です。やはり回転している。まあ、左の方は、ね、回転速度が遅いからひらひら感はそれほど強くありませんけども、もっと早く回転すればひらひら感が生まれると思います。 ということは、右の、口の選ぶ島の火山の前を横切った UFO は鳥ではないということですね。回転しているがためにひらひらと見えると。それで、5月3日、2015年の5月3日、横浜の港未来の上で撮影された UFO です。2倍スローにしてみます。この線に沿って飛んでいきますから皆さん注意してください。見えましたね。 もう一度やってみます。今度は3倍スローにしてみます。矢印のところから飛んでいきます。そして今度は10倍です。まあこうしてみますとですね、もちろん飛行機でもない、ヘリコプターでもない。 鳥でもない、風船でもない、ドローンでもない。残るは、いわゆるインターレース説ですね。いわゆる画像、まあ、飛翔体が早く飛んでいるために、画像が分解するってわけですが、それほども早くはないんですね。中途半端と言いますか。あの、これがまあ、右の方がですね、元の、まあ、画像から、山本信子さんが、あの、静止画に起こしてくださったものです。でこれがその物体なんですけども、 ま、果たしてこれが鳥なのか。まあ、鳥には見えませんね。仮に1個であるとしたならば球体の UFO ということになりますが、まあ、2個か1個か。まあ、どちらでも UFO ってことには間違いないわけです。ヘリコプターでもありませんね。そして風船でもありませんね。まあ、確かにあの進行方向の方からこれを物体が飛んできてきますけども、速度が速すぎます。もちろんドローンでもない。そうしますとインターレース説がここで生まれてくるわけです。 いわゆる、まあ、画像処理の段階ですね。二つに分けるわけです。インターレースというのはどういうのかと言いますと、被写体をですね、まず二つに分けるわけですね。操作点、操作線を入れて分けるわけです。それにまた合成するわけです。最初から一つに取るのをプログレッシブ方式と言います。まあ、これインターレースによってこういうものが生まれたと。 で、この場合はインターレースでは、あの、きちんと等間隔にあの、画像が分かれるみたいですね。まあ、しかし右の方はよく見ていただくと分かりますように、あの、ラインと太さが違いますね。いわゆる画像の分解ではないということです。これはランスケさんが届けてくださったんですけども、ストップモーションにしてみますと、このように、まあ、あの、ピンポン玉が飛んでる途中では、横のシマシマが入りますから、この横のシマシマ線を捉えて、インターレースだというふうに考える人もいらっしゃるみたいですね。 で、120分の1にしますと、こういうふうに。ま、この程度ではまだ、あの、空中では、あの、なってますか、画像が2つになりませんね。で、50分の1秒にしますと、このように、画像がだん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 ブレてくるわけです。で、25分の1、ま、普通のビデオカメラの、ま、速度で、あの、分解能力ですね。で、やりますと、こういうふうに2つに分かれる。 てくるわけですね。しかし、拡大しますと、このように見えるわけでして、その、なんて言いますか、連続性があるわけですね。ベタっッとした感じになるわけですね。で、これと、横浜の上空で撮られた UFO の写真と比べていただきますと、明らかに違うということです。真ん中でくびれて線が入ってますね。インターレースの場合は、あの、ま、速度、シャッタースピード,のスピードにもよりますけども、あの、入りませんね。 ま、ご覧ください。そしてさらに、えー、シャッタースピードを落としますと、まずか、落としますと、このように今度は完全にブレてしまうというわけです。なあち、私はこれはインターレースゴーストではないと判断いたしました。ランスケさんどうもありがとうございました。で、これが、え、ジェルミー・トーマス氏が、天体望遠鏡で捉えた UFO です。で、これと横浜の上空に現れた UFO と比較しています。 で、ここで奇妙なことに気がつくわけですね。この横のラインがですね、シマシマが同じ4本ずつだということです。これは後でお見せします。あの、アポロ11号が捉えた、UFO も、はっきりはしませんけども、4本と見ていい画像があります。で、上と下にか、何かしらね、こう、蓋のようなものがついているということです。で、これは5月2日、チリのカルブコ火山で、えー、撮影された UFO です。 と,ところ、どころでストップモーションにしていますから注意深くご覧ください。で、これはそれほど早い,い動き方をしてませんね。まあ、ホバリングっていう状態です。が、静止画にしていますと、やはり2個の球体用の、まあ、UFO がくっついているのがわかります。まあ、こうして連続,連続性を持ってですね、検証していくわけです。見た、見たというだけではなくて、過去に私たちが持っている資料を照らし合わせて、こうして UFO の存在を、まあ、なんて言いますか、検証していくということですね。 それが私のやり方です。で、まあ、ズーム、カメラを引きますと、このように、まあ、見えなくなるで。アップしますと、こういうふうに、まあ、見えてくるわけですね。で、やはり2個。あの、相手の方はですね、この UFO はやっぱり回転してるんでしょうかね。1個になったり2個になったりしますが、これはカメラの繰り返しますけど、プレイではありません。もちろん、インターレースでもありません。ということを確認してくださいね。 で、かなり高度を飛んでますから、これが、まあ、ドローンであると。ことはもう、あの、そういうの、そのような書き,書き込みをなさってくださった方もいらっしゃいますけども、ドローン説はこれで、吹っ飛んでしまいますね。で、検証してみますと、今このカルブコの火山で、は、あの、撮影された、これを、この UFO は鳥ではありませんね。 飛行機ではありません。だいたいこの辺り行きますともう火山灰が飛んできますからね。大変危険ですね。ヘリコプターにしてもそうです。それから風船ではありませんね。動きがないことはないわけですね。そしてもちろんドローンでもない。で、これはもちろんインターレースではありませんね。ピンポン玉のような動き方をしているわけではありません。で、もう一度オリジナルの動画を見ていただきます。こちらの方はストップモーションを入れてませんから、皆さん自身で まあ、なんてますか、判断していただくということですよね。これはフェイクかフェイクじゃないかということですけども、ここまではフェイクではできませんね。あの、そして消えます、消えたというかね、あの、引きますとこのように消えるわけですね。まあ、会議,会議派、スケプティカルな人たちはこれをフェイクだと言うでしょうね。それで、次の、今度は、 えー、中中アポロ11号のオールドリンが目撃してそれをカメラにさた収めた UFO ですあ。そこで見たものは見たとオールドリンもそう言っています。3倍、これはスローです。ブレが激していというのは当時は、ね、まだあビデオカメラもデジタルカメラもない時代でした。で、これをオールドリンは、えー 何かと。まあ、指令センターに連絡して、ミッションコントロールに連絡してるわけです。これは鳥ではありませんね。宇宙ですから。もちろん飛行機でもありません。ヘリコプターでもありませんね。風船でもありませんね。地上であれば風船説が生まれたと思います。もちろんドローンは1969年にはまだありませんでした。もちろん、これはね、あのいわゆるそのフィルムカメラで撮った写真ですから、 インターレースではありません。で、もう一度見てください。これがオリジナルの速さの動画です。バズ・オルドリンが撮った動画ということになります。かなり至近距離にあるということですね。そして、ニコの球体用の UFO がくっついているということです。まあ、それについてですね、アメリカではドクターの肩書きを持つ方が堂々とそれについて論じています。もう一度お聞きください。 flying object but such objects were not uncommon the object reported by the apollo eleven crew it was obviously an unidentified flying object but such objects were not uncommon で、これが5月3日に横浜の上空で撮られた UFO。下が2013年の11月24日に撮られた UFO。そして左、内場上が鹿児島の口の選ぶ地ジで撮られた UFO ですね。そして今日はまあ紹介しませんけど、ワシントン自治で撮られた UFO も2個ずつの球体になっています。そして下がチリのカラブコ山の火山の爆発の時に撮られた UFO です。 Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Today's story is about double-sphere shaped UFOs which have been witnessed all over the world, such as in Yokohama, Washington, DC, kuchino Erabujima Island, Kagoshima, Japan, Calabuco, Chile, and so on. These UFOs have been witnessed independently to each other and as far as I know, witnessed by those who knew nothing more about other sphere-shaped UFOs than the ones which flew over their own skies, uh, the flying object was the one seemingly flying over Minato Mirai, Yokohama, Japan, on May the 3rd, 2015 or on the constitution national day of japan where more than 30,000 people gather together very strangely none of the people on the ground noticed the flying object and even the crew in the helicopter did not though the object apparently just passed by the helicopter it flew away so fast that no one caught a sight of it a bit timer later, Miss Noviko Yamamoto noticed that something was flying away by the helicopter, and she magnified the object in surprise. There she found the unknown object flying away by the helicopter. What was it? And in this video, I also would like to talk about an a strange object. Which flew in the sky on the day when a volcano erupted in kuchino erabijima Island, Kagoshima, Japan on May the 29th, 2015. Some people say it was a bird. Some other people say it was an airplane. Or some other people say it was a quadcopter drone. But more people are hesitant about saying it was an UFO 4 since it was an UFO itself too much. Here in this video, I'd like to demonstrate these here are all UFOs or double-sphere shaped UFOs. 2015年5月29日に口の選ぶ島の火山が爆発しました。 その時の様子はあちこちのテレビで報道されました。が、あるテレビ局が報道した映像の中に不思議な物体が映り込んでいました。噴煙の前を横切る謎の物体がカメラに収められていたのです。で、それについてのビデオを制作しましたが、画像が荒かったせいもあり、大方の意見は鳥だろうということでした。が、その物体は真一直線に飛んでいました。 部分的に後ろに尾を引いていました。鳥には私には見えませんでした。もちろん飛行機でないことは一目してわかります。が、鳥のように羽ばたいているかのようにも見えました。だから鳥というわけです。で、私は鳥説を認め、少なくとも鳥ではないということが証明できない限り、鳥説を認めざるを得ないという状況になりました。 が、そんな時、すかさず、助け舟を出してくださった方がいらっしゃいました。東京にお住まいの山本信子さんです。同じ頃、同じものが横浜の上空を飛んでいました、と。議員をなさっておられる息子さんがヘリコプターで5月3日の集会を取材しているときのことです。そのヘリコプターの前を不思議な物体が横切りました。 で、当初、山本さんもそれは鳥だろうと思っておられたということです。が、画像から写真にし、拡大してみたら、そこには2つの球体用の物体が映っていたというのです。ここにお見せするのがその物体、つまり UFO です。これについてはすでに検証してきましたが、 さらに調べてみると、2013年にジェレミー・トーマスという方が望遠鏡で星を観察しているとき、同じような物体をカメラに収めるのに成功なさっておられることが分かりました。ジェレミー・トーマス氏は2個の球体物体と呼んでおられます。で、横浜市の上空を飛んでいた UFO と比較してみると、 横島の数がそれぞれ4本であることなど、など、一点が多いことが分かりました。このビデオは、第一義的には横浜市上空を飛んでいた飛翔体が UFO であること。第二義的には、口の選ぶ島の火山の噴火の前を横切っていた謎の物体が、消去法的に UFO であることを証明するためのものです。どうかそういう視点でご覧ください。 長い前置きになりましたが、今皆さんにご覧いただいているのは、ジェレミー・トーマス氏が星空を観察しているときに偶然捉えた UFO の動画です。で、この UFO を見ますとですね、私たちは形を分解することができません。まあ、光の集合体に見えるわけですね。が、この飛翔体といいますか、UFO と 横浜の上空を飛んでいた謎の物体と比較していますと、その形、輪郭がはっきりとわかります。左がジェレミー・トーマス氏が望遠鏡で捉えた UFO ですね。そして右が、えー、横浜市の上空を飛んでいた謎の物体です。山本信子さんが届けてくださった写真です。元の、まあ、ビデオから起こした写真です。 で、この横島の数を数えてみますと、共に4本なんですね。一致します。ということは、まあ上にある突起物、そして下にある突起物は左の黒い部分と一致するということになります。これらは同じ UFO であると私は判断しました。今度は最後の部分だけ10倍速にしてみます。まあこの飛翔体は動いているかのように見えますが、 雰囲気からして、まあ、地球の方が動いているために、相対的に、望遠鏡に映った物体が動いているとも考えられます。ただ、ここで注意していただきたいのは、ゆっくりと回転、って言いますか、これ10倍速ですからね、あ回転しているという点です。つまり、くるくると回っているということですね。これが、ひらひら感を生み出すものと私は考えました。で、横浜の、いわゆる、まあ、 ダブルスフィアの u f o の話に戻ります。これは山本信子さんの息子さんがですね、現在議員をなさっておられます。そして、2015年の5月3日、横浜の港未来でですね、まあ集会が、憲法集会があった時に、それをヘリコプターに乗って空から、まあ、取材報道をなさっておられた時のものです。その時に謎の物体がこの画面を横切ります。注意深くご覧くださいね。まあ、ともかくも、 この謎の物体が飛んでいったわけですけども、まあ、もちろん、あの、山本信子さんの息子さんも、それから集会に集まっていた3万人の人たちもそれに気づくことはなかったそうです。で、後でこのビデオを見ていたときにですね、何か鳥のよ,のようなものが飛んでいると。そして拡大してみましたら、とんでもないものが映っていたということなんですね。まあ、下に見えるのが今その集会で集まっている人たちです。現在、横浜の上空を飛んでいます。 まあ、ビデオ、動画をですね、早送りで見ていただいていますけれども、こうして、まあ、旋回中に、とんでもないものが飛び込んできたというわけです。しかし、この物体は、まあ、世界のですね、UFO 研究家の常識をひっくり返すような事実を含んでいました。まあ、なんて言いますかね、あの、口の選ぶ島の UFO が、 鳥であるという説が有力になってきまして、私も鳥でないという証明ができませんから、鳥説を認めざるを得ないという状況の時にですね、山本信子さんが、それならば私はこんな資料を持っていると言って、わざわざ届けてくださいました。では、ここを注意深くご覧ください。ここの丸の部分から現れます。そして、左の方に流れていきます。ここの、ここですね。 いいですか早いですから。瞬間ですからね。はい。いいですか今、ここ行きましたね。ストップモーションで見ていただいてます。そして動いて、ここ行きましたね。まあ、要するに、こう、目には止まらない速さだったということですよね。次にここ行きました。そして、このあたりで形がわかりますね。二つの球体がくっついているかのように見えます。そして、 左の端の方に消えていきます。瞬間ですね。で、これは何かということですけども、いろんな方からいろいろな、まあ、説をいただきましたが、右が山本信子さんが元の動画って言いますかね、ビデオから起こした写真です。 で、口の選ぶ島の UFO をもう一度見ていただきたいんですけども、まあ、現在、はい、YouTube で配信されているのは画像が荒いですが、しかし、この、まあ、方のですね、画像を見ますと、極めて、まあ、よく言ってます。解像度が高いということになるわけですね。皆さんわかりますかねスーッと、何やら物体が飛んでいきますね。拡大したのをまた、 見ていただきますが、ここなんですね。まあ、これが鳥、飛行機、さらにはドローン説ですね、ドローン説も出てきました。まあ、飛行機でないことはもうわかりますね。で、ひら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 してる感じがしますね、確かに。で、これをもって鳥だと言うんですね。しかし、尾を引いてますね、部分的に、シュッシュッと後ろに。そして、全体として形が丸っぽいことに注意してください。 で、これだけまあ、ひらひらしているということはですね、小型の鳥ってことになります。小型の鳥っていうのは、それほど直線には長くは飛べませんね。大型の鳥の場合は、羽ばたきますから、上下に左右に揺れますが、私はバードウォッチングはいつもしてますけども、まあ、直感的に鳥ではないというふうには確信しています。が、しかし、鳥だって言われますとね、逆に鳥ではないとは言えない。これ、大引いてますね。チーブからご覧ください。かすかですけども、大引いてます。で、丸いですね。 で、これを鳥と言うかどうかという問題なんですよ。で、まあ、否定派の方たちは鳥だ、鳥だということで、まあ、で、え、片付けてしまわれるわけですけども、私は鳥ではないと思います。つまり、私がどうこうということよりもですね、この画像をご覧になった皆さんが判断なさってくださればいいんじゃないかと思います。飛行機か鳥か。ドローン説が出てきたのには驚き、驚きました。まだドローンというのはですね、はっきり言えばおもちゃ的な存在の段階ですからね。 ま、あとでお見せしますが、あの、ドローンではないこと。あるいはドローンではこれだけ早くは飛びませんし、まあ、なんて言いますか。まあ、コントロールできる範囲を飛ぶということですね。要するに。それで、鳥ではないと。で、ドローンでもないというのが、私の、まあ、結論です。無理にこれはあの、UFO に結びつけようとしてるわけではないんですよ。消去法で考えると、 UFO ですね。まさに、未確認飛行物体ということになりますが、今では、エイリアンの乗り物を総称して UFO ということ、いうふうになっています。つまり、これは飛行機でもない、鳥でもない、つまり、エイリアンの乗り物、クラフト、UFO であるということです。で、ドローンっていうものはどういうものかということを、もう一度皆さん見てくださいね。ある方はですね、もう発表すると同時に、こんなのはドローンだ、球体のドローンだなんて書いておられましたけども、 それ以後ですね、私がじゃあその写真を見せてくださいってお犬にお願いしましたけども、連絡はありません。これはドローンですね。あの、先ほどのヘリコプターのそばを通ったドローンだとするならば、かなり高度高いところを飛んでますからね、無線操縦では無理ですね。あの、目では見ることできませんので、これが球体ドローンと言われているものです。え確かに球体ですよね。丸いです。が、しかし、 口の選ぶ島の上空を飛んでいた、まあ謎の物体とは比較にならないと思います。まあ、今ね、お見せしました球体ドローンというのはまだおもちゃの段階ですからね。しかし、このもう一この画像を見ていただきたいんですね。そして左がジェレミー・トーマスさんが撮られた写真です。共にヒラ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 してますね。このヒラヒラはどう、ヒラヒラ感はどうして生まれるかと言いますと、先ほども言いましたように、回転してる 食べと考えるのが私は合理的だと思います。まあ皆さんの判断はいかがでしょうかまあ、どちらが正しいか正しくないかというよりもですね、皆さん自身がどのように判断なさるかということなんです。で、鳥型の UFO ということになりますが、真一直線にこれ飛んでるんですよ。そしてあの上下感がないでしょ鳥は羽ばたいた時に、羽の下を下ろした時に、かすかに上上がりますからね。 で、おろし、あの、羽を下げたときに高度が下がるんですね。それを繰り返すわけです。その、まあ、羽ばたいてる感じはしますが、しかし、この物体が上下に動いてるかの、動きはないですね。そして、あの、羽ばたいてるとするならば、小型の鳥なんですよね。 大,大型の鳥はあのもっとゆっくりと羽ばたきますから。ということで私は鳥ではないと結論づけました。ということで結論ですけども、これは横浜に5月3日に現れた、飛んでいた UFO です。下は2013年の11月24日にジェ,ジェレミー・トーマスさんが撮られた UFO です。上は鹿児島。 口の選ぶ島の上空を飛んでいた UFO です。そして右が1952年にワシントン市上空に現れた UFO です。そして下がチリのカラブコで現れた UFO です。右の2つについては続くビデオの中で紹介しますので、また興味のある方はご覧になってください。ただここで注意したいのは、カラブコに現れたのは5月2日、そして横浜に現れたのは翌日の5月3日、ジャパンタイムということになります。何か関連性があるのでしょうかないのでしょうか 大変興味深いところです。なお、その前後に、鹿児島で現れたということは、時系列的に考えて、宇宙時間的に考えて、同一の UFO で考えるのは、これまた合理的なことだと私は考えます。ということで続くビデオをご覧ください。Thank you and bye for n o w h e l l o This is Taro Yamamoto Nobuko Yamamoto and Hiroshi Hayashi, Japan. Twin-shaped UFOs over Washington D.C. and Yokohama City, Japan. Though UFOs over Washington D.C. were witnessed by many people on that night of July the 19th, 1952, on the contrary, no one realized the UFO flying over the sky in Yokohama on the day of May the 3rd, 2015. The UFO over Yokohama bears a close resemblance to those UFOs witnessed in Washington D.C. and here's my report about it. In Japanese, number 1445, Yokohama Yokohamashino Minatomirai, airship was UFO no report was made. And that and very similar UFO was Haku in 1952. ワシントン市上空で多くの人たちによって目撃されていました。同じようにツインタイプの UFO です。横浜市を飛んでいた UFO は左右が違った形状をしていたこと、間に隙間があることからツインタイプの UFO と私は判断しました。が問題はワシントン市上空に現れた UFO です。 写真で見る限りツインですが、カメラのブレによるものと私は思っていました。が、改めて検証し直してみると、ブレでないことがわかりました。左右の大きさがそれぞれの UFO によって違っていたからです。なお、ワシントン市上空を飛んでいた UFO についてですが、動画も残っています。が、動画の方は私はフェイクと判断しました。 UFO が議事堂の屋根に隠れるとき、UFO が屋根と重なっているからです。確定的なことはわかりませんが、ワシントン市上空に現れた UFO がこのような形をしていたとなると、その形は横浜市の上空を飛んでいた UFO と形が似ているというより、同じと私は判断します。 横浜市の上空を飛んでいた UFO が本物であるなら、あの夜、ワシントン市上空を飛んでいた UFO も本物ということになりますね。そういう視点からも、このビデオをお楽しみください。なお、この動画の後に続いて、横浜市上空を飛んでいた UFO、続いて、ワシントン市上空を飛んでいた UFO を、 お楽しみいただけます。で、今皆さんに見ていただいているのは、ワシントン市上空を飛んでいた UFO についてのものです。左右の形状がそれぞれの、まあ、UFO によって違うということ。そして、窓には、まあ、同じようなブレが見られないことなどによって、ワシントン市上空を飛んでいた UFO は、まあ、単体型の UFO ではなくて、 ツイン型の UFO であった可能性が高くなったということですね。まあこれだけでツイン型とは言えませんけども、まあワシントン市上空を飛んでいた UFO がツイン型であるとするならば、その形は去る5月3日に横浜市上空を飛んでいた UFO の形と大変よく似ているということですね。で、これがですね、 カメラのブレでないことはですね、間に隙間があることによってそれがわかります。また左右がですね、違った形をしているのわかりますかそして右の方には窓らしきものも見えるんですね。注意深くご覧ください。黒い隙間の間に何かしら色の黒,黒いと言いますかね、丸いような窓のようなものも見えます。いわゆる、まあ、1、2、3、4階建ての、まあ、UFO ということになります。大きさはわかりませんが、かなり大きいものではなかったかと私は判断しています。 そしてこの突起物が右の方は上に、左の方は下に出ている。ちょうど反転しているのがわかります。いかがでしょうかということで続くビデオをどうかお楽しみください。Thank you very much and bye for now. Hello, this is Taro Yamamoto, Nobuko Yamamoto, and Hiroshi Hayashi, Japan. Most probably a twin-shaped UFO of Minatomirai, Yokohama, Japan. It's a great honor of mine that I can show you a footage and some photographs presented by Mr. Taro Yamamoto, honor, a member of the House of Councillors, and Miss Nobuko Yamamoto, his mother, here on this occasion. On the day of May third, on the Constitution National Day of Japan, thirty thousand people gathered at Minato Mirai, Yokohama, Japan for Mr. Taro Yamamoto. Mr. Taro Yamamoto was on the helicopter at that time with some of his crews. I respect here for their courage and permission to put their names in this video clip for which I thank them very much. 連休の、えー、真ん中の時にですね、本当に大切な時間を割いて皆さんが現場にここ港未来に足を運ばれています、えー、私正しい報道ヘリの会リポーター参議院議員山本太郎ですよろしくお願いしますその実況中継中に UFO が映り込んでいました、えー、注意深くご覧ください右から左へと流れていきますわかりましたか では、2倍速にしてみます。この線に沿って UV 方が飛んでいきます。わかりましたかこれがそれですねえ。今度は3倍にしてみます。右の方に注意してください。飛んでいくのがわかりましたかでは、今度は10倍にして皆さんにご覧いただきます。 この辺りに現れます。で、当初、まあこれを見つけた人もですね、鳥かと思ったそうです。が、山本信子さんがですね、この部分を写真にしてみて、大変驚かれました。ではもう一度10倍速にして、そして部分的にストップモーションにしてみます。中深くご覧ください。 今ここにありますね。で、いわゆるアップロードされた動画では画面が不鮮明,明ですけども、実際にはハイビジョンクラスの画像であったと思われます。今左の方に来ましたね。で、球体であることがこの辺りでわかります。二つの球体がくっついています。大変珍しい形ですね。 皆さん自身でご確認ください。少なくとも飛行機でもないし、鳥でもないということです。これは何かということですね。で、もう一度検証しています。ここに、今それが飛んでいます。で、そのまま拡大しますと、まあこうしたぼんやりとした形ですね。で、まあ当初、 画面上で写真を撮りこのように拡大してみました。もう一度やってみます。今度はここへ行きました。拡大してみます。さらに拡大してみます。えー、横線がですね、島のように走っているのがわかります。今度はここで拡大してみます。 こういう形なんですね。で、これ以上拡大できないものかと思っていましたら、山本信子さんが写真を届けてくださいました。元の画像から、いわゆるスティール写真に起こしたものです。それはもう少し後であの皆さんに紹介します。横線が入っているのがわかります。 形は球体です。そこで私の手持ちの資料と今,今までにですね、確認された UFO の資料と比較してみましたが、このようなトゥインタイプといいますかね、球体が2個くっついたかのように見える UFO は大変珍しいといいますか、リストにはないことがわかりました。形的には球体であり、まあ、横のラインがあるから、まあ、サンドイッチのようになっていると、まあ、そういうふうに考えられます。 さらに検証を続けてみますこれが山本信子さんが届けてくださいました写真ですで拡大してみますさらに拡大してみますこうした物体が 横に行ったわけですね。が、当日、当時ですね、ヘリコプターの中の山本太郎氏も、そして港村にいた3万人の、えー、皆さんもですね、この UFO に気づくことはなかったそうです。後で、この動画を見ていた人がですね、何かおかしいっていうことで調べてみたら、このようなものが映り込んでいたというわけです。 で、私がお名前を明記してよろしいですかとお聞きしましたら、山本太郎氏も山本信子氏もいいですよ。と事実は事実ですから。私はその勇気に敬意を表し、感謝します。これがその物体です。飛行機ではありませんね。鳥でもありませんね。 こうしたものが5月3日、堂々とあの大都市、横浜の上空にあら現れたと言いますか、飛んでいたということですね。皆さんはこの事実をどのようにお考えになるでしょうかこれは事実なんですよ。が、 ここで終わったのでは、山本さんも視聴者の皆さんも満足なさらないと思います。これは高カ東京さんが届けてくださったビデオです。去る5月1日、日本時間では4月30日にですね、チリのカラブコ火山が爆発しました。その時の様子を捉えた写真ですけども、その中に見た感じですよ。 同じタイプのツイン型の UFO が映り込んでいました。これがそのビデオです。まあ右の方に火山灰が登っていくのが見えますね。そしてこの拡大したところで注意してください。二つの球体らしきものが浮かんでいるのがわかります。 カメラのブレではありませんね。そこに注意してください。で、まあ、その同じビデオの中には、別のって言いますか、多分、まあ同じかどうかわかりませんけども、同じ一連の流れとして、こんな UFO も紹介されています。こちらの方は、一見、まあなんて言いますか、 一個の UFO に見えますが、時々こう動くといいますかね、位置を変えた時に二個に分類するかのようにも見えます。これは、ね、はっきりしませんが、まあ、このように二個に見える時もあるということですね。まあ、これは雰囲気といいますか、周りの様子からして夜ではないかと思われます。そして、 その UFO をこうして今、車の中から、って言いますか、追いかけているわけですね。この下の方です。まあ下の方に降りてきますね。これは星ではありませんね。明らかに動いています。で、さらにもう一度、えー、カルブコ火山に戻りますが、時間的にはまた別だと思いますね。今の流れから見て、一回夜になり、そして、 朝になったのか、その翌日になったのかわかりませんけれども、やはり右側に、えー、UFO らしきものが映り込んでいます。雲の下にありますからね、まあ、UFO ということになるわけですね。となりますと、えー、5月29日に爆発した口の選ぶ島のあの火山のふもとに現れた物体は、まあ、鳥説が有力になってますけれども、鳥ではないというふうにも考えられるわけです。で、検証しています。 まあこれが、今言いましたように、えー、カラブコ火山で目撃して、たカメラに撮られた、まあ、UFO ですね。そして下が、横浜に現れた UFO です。のぶこ山本さんが届けてくださいました写真です。追、え、い、ー、型であることがわかります。ということは、4月30日、日本時間でですよ。から5月3日にかけて、 この追型の UFO がですね、それまで例のなかった追型 UFO がこの地球に現れたということになります。山本太郎さん、お名前と顔を出して良いという山本太郎さんの勇気に敬服します。感謝します。大変勇気づけられました。ありがとうございました。心からお礼を申し上げます。Bye for now.